はい、どうも、今回紹介するのは富士見の、トヨタアルテッツァ RS200、です。今回ね、これ、ご注文いただいたので、ちょっと取り寄せさせていただいて、で、まぁ、ちょっと紹介させてもらおうかなと思ってやっていきたいと思います。富士見のアルテッツァ、今ですね、この RS200 と、あと Z エディションの、エアロパーツ付きのやつと2種類、販売っていう風になってますね。で、これ、おまけサスダウンパーツっていう風に書いてあったりとか、あとね、この、サスダウンパーツが入ってるだけか。窓枠マスキングないのか。一応完成写真は横には出てますけどね。アルテッツはね、やっぱね、周りに乗ってた連れとかが、知り合いとかが多かったんでね、何人かいたのでね、目にする機会も多かったんですけど、こんな感じですね。窓枠マスキング入ってないんですね。まあ。そう、窓枠マスキングなしのやつのね、やつは、ちょっとごめんなさい。まだまだ先になると思います。なかなかね、こういう系のやつをちょっと作る段階になるやつがなかなかないので、そのうちになんとか紹介させてもらいたいなとは思ってますけど。成型色はなんかパールシルバーみたいな。こんな感じの成型色ですね。これだと多分、富士見のホイールにしか変更できなさそうかな。で、あまり、信じられないサスダウンパーツ。信じられないって言ってもね、自分がね、なんじゃこれっていうことがあったので、それがあったのでですけど、まあ、車種によっては差があるのかな。こうやって合わせてみると、どうだろう。2-3mm 下がるかなぐらいな感じですね。これね、微妙にね、自分が使ったのは S30 の Z のサスダウンパーツを使ってみたんですけど、あれがね、長さが合わなかったりとかしたのでね、ちょっと要注意だと思います。なぜかね、富士見のサスダウンパーツ、リアがキャンバーやたらつくようになるんですよね。なので、まあ、これはあまり信用せずに加工された方がいいかなっていうことは思いますけどね。で、前後のバンパーと、ミラーと。何これ？同梱の金属製マフラーは、初回ロット限定のサービス品、メガホンスポーツマフラー。え？あ！専用パーツではありませんので、取り付けには改造が必要です。マジか！メタルマフラー入ってる。へぇー！あ、でも初回ロット限定なんだ。ちょっとこれはびっくり。ってことは、問屋さんにあったやつを取り寄せたんですけど、まだ初回ロットがあるのか。買うなら初回ロットですよ、皆さん。アルテッツァはね、確かね、レクサスの IS も出てましたよね。下回りはもう全くさ、アルテッツァのシャーシじゃないですが。これまだ組んだことはないんですけど、ね、ヘッドライトの辺がね、ちょっといまいちかなっていう気がします。なんつったらいいんかな。もうちょっとね、ヘッドライト、どうやったら簡単によりアルテッツァっぽくできるかっていうのはちょっと何とも言えないんですけど、ちょっと一工夫してあげればアルテッツァになるんだろうなと思いながら、完成品のね、写真とか見たりとかしてるんですけどね。ヘッドライトの縦幅をちょっと大きくしてあげたりするといいんでしょうけど、そこまでやろうとするとかなりの感じになっちゃいますね。かなりのお仕事になっちゃうかなと思うので。H18 ってなんだ。黒鉄色？黒鉄色。ダッシュボードにね、黒鉄色指示があるんですけど、ここですね、H18。黒鉄色。ちょっと違う気がするな。
まあ、この辺アルテツァならね、もう実写画像いっぱいあると思うので、それ見ながらね、あの似合う色を探すといいかなと思うんですけど、黒鉄色はちょっと違う気がするな。まあ、言いたいことは分かるんですよ。藤見がこの黒鉄色を支持してるっていうの分からなくもないんだけど、ちょっと違う気がするな。内装はもうバスタブシャーシなんでね、ちょっと、あ、バスタブ内装なんでね、ちょっと塗り分けはしづらいかもしれないですが、この辺はちょっと頑張ってもらうしかないですね。という感じです。まあ、初回ロット限定で、まさかのメガホンスポーツマフラーがついてるっていう、あの、金属マフラー、メタルマフラーっていうのがね、あの、富士見一時期出してました。アフターパーツみたいな感じでね。なのでね、多分ね、それがね、多分富士見余ってんのかなとか思ったりもしましたけど。まあ、初回ロット限定。まあ、初回ロット見つけたらラッキーぐらいの感じに思っていればいいかなと思います。これはちょっと初めてのケースですね。マンパーこれ穴抜いてあげてもいいかもしれないですね。あ、抜けないかな。抜けられると思うんですけど。穴抜いてあげるとよりそれっぽい感じになる。よいしょ。よいしょ。まあこれはね、ちょっと組んでみないとなんともですが、ちょっと組むかどうかって言われるとね、微妙なところですのでね。まあもし組むことがあったら紹介したいと思いますけど、どうかな。よいしょ。はい。よいしょ。今回の定価がですね、2400円っていう風になってます。確かね、初版というか初回の時はね、確か定価1500円だったかなと思うんですけど、その時はサスダムパーツとか入ってなかったのでね。もしよかったらこれも、売ってるところは、まああるのかな？ちょっとわかんないですが、どれぐらい、他の店がどれぐらい在庫してるかまでちょっと把握してないのでね。もしよかったらね、これも見かけたら、やってみてもいいかもしれないですね。どんな感じだったかとかっていうのね、もしよかったら皆さんもコメントとかで教えていただけると面白いかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。